今回ご紹介するのはお花紙で作るコスモスの飾り方です。コスモスの作り方はレクの達人に掲載されました。詳しい作り方はレクの達人とお花紙で作るコスモスの動画をご覧になるとよくわかります。コスモスはお花紙1枚から2つ作ることができます。真ん中の黄色い部分もお花紙で作っていますが、作りにくい場合は色画用紙を丸く切って貼っても構いません。コスモスの花をたくさん作ったら画用紙の上に配置を考えながら並べます。大体の配置が決まったらコスモスの茎や葉っぱを描いていきます。ここでは発色の良いパステル調のクレパスを使っています。チョークやコンテを使う場合は擦れてしまいますので、定着用にハードタイプのスプレーを吹きかけるといいです。コスモスの葉っぱは細いのでこんな風に細く描いていきます。その上にもう一度コスモスを並べて、大体の配置が決まったら足りない葉っぱや茎を描き足します。葉っぱも配置も決まったら、糊で貼っていきます。お花紙は軽いので、ちょっと糊をつけるだけで簡単に貼ることができます。空の部分には秋らしい鱗雲を描いていきましょう。まず大体の線を描いて、クレパスなどでそこに鱗状の模様を描いていきます。そしてそれを並べていきます。小さい雲も描いておきましょう。雲の下側にあたる部分をしっかりと塗っておくと陰影がはっきりとしてきます。これもパスやチョークで描いても構いません。こちらの方はロールカーテンに両面テープで留め付けています。裏側から見るとこんな感じです。飾る場所に合わせていろいろ工夫して使ってみてください。